建築の美と美術。アエセティクス&テクノロジーインビルディングバイピエール・ルイジ・ネルビー。序文より、あらゆる時代、場所を通じて言えることは、建築の一般的概念と、建物が満たすべき機能の定義及びその細部を決定する技術、力学。そして美的展開、これらすべてのものが一体となるべきものであり。この複雑な建築の問題を技術と芸術に分けて考えることは悲壮的な観察に過ぎない。建築は技術であり芸術であるというよりむしろ、技術と芸術の総合でなければならない、ということである。ピエール・ルイジ・ネルビー。イタリアの構造家、建築家。図118、ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。長官図。計画がある種の独特の美しさを持ち、しかも経済的に優れていたということは、大スタンドや跳ね出し屋根の建設に、大規模に応用された構造体の、プレハブ工法のそれ自身に内在する、技術的、建築的可能性と、また、特に設計者と施工者の緊密な協力が一会社内において、二つの機能が組み合わさって達成されたということ。この両者の結果であると私は信じている。図119番、ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。屋根付きスタンド。跳ね出し屋根、階段、座席は、プレキャストフェロセメントと、コンクリート部材で組み立てたもの。図120、ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。屋根付きスタンドの断面図。この構造は座席下を体育館、水泳プールなど、種々のサービス部などで利用できる。図121、ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。屋根付きスタンド。柱から前方の屋根は、プレキャストフェロセメントで構成されている。この部材は支持点で V 型、先端で直線に変化している。柱から後方の部分は普通鉄筋コンクリートである。採光のためと自重を減らすために、フェロセメント部材には丸い開口がある。跳ね出し屋根を支持する傾斜柱は、コンクリートを充填した鋼管で、両端において鉄筋コンクリート構造体と結合するため鋼材で補強されている。図122、ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。跳ね出し屋根の断面図。プレキャスト部材の立面図、断面図、見取り図。跳ね出し屋根の断面図、右。プレキャスト部材の立面図、断面図、見取り図、下。屋根の跳ね出し部分の長さと重さの関係及び、後部のこれにバランスする断面、同時に柱の傾斜角度は、グランドスタンドを支える骨組みの跳ね出し部分の応力を、できるだけ最小にするように設計された。そのため屋根付きスタンドの骨組みの寸法を、屋根のないスタンドと同じように設計できたので、建築的にも経済的にも、また施工面からも、非常に有利であった。図123、ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。スタンド断章の詳細。傾斜がいろいろ変わったスタンドの座席詳細、左。標準座席の詳細、下。スタンド部材のプレキャスト化は座席ともたれの成形。および、視界を適当にするために、スタンドの傾斜がまちまちになるが、それに関係なく座席と足の位置との高さを一定にするために、非常な正確さが要求される。
各座席のユニットは2つの部材からできている。すなわち U 型の構造部材とその上に乗る。実際の座席となる部分とである。U 型部材はまた座席の穴から流れ込む雨水を集める働きをし、内部が防水されている。その雨水はスタンド下部の雨樋で排水される。座席の表面は大理石の砕石入りコンクリートの研ぎ出し仕上げとなっている。座席と U 型部材からは鉄筋が突き出ていて、これを溶接しコンクリートが場所落ちされる。下部の表面のジョイントは適当な面取りが施され、アクセントが付けられている。図124ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。プレキャスト断章の取り付け。場所落ちコンクリートの骨組みの上に、プレキャストコンクリートの断章を取り付けたところ。図125ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。プレキャストの羽田縛りの部材組み立て。一人で操作できる2機のクレーンで、フェロセメントの羽田縛り部材を組み立てる状況。この部材の大きさ、重量は、最初から現場で使うクレーンの容量により決定された。図126ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。スタンド下の水泳プール。スタンド下の水泳プールの状況。図127ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。スタンド下の体育館の一つ。スタンド下の体育館の状況。図128ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。屋根付きスタンド下の競技場外観。プレキャストの座席部材のジョイントには、望ましい建築的効果が得られるように、アクセントが付けられている。スタンドへの観覧車用階段と通路が見られる。図129ローマのフラミニオのスタジアム、1959年。外観。骨組みの構造体は見かけを良くし、素材の特性を強調するために、型枠には同一幅のカンナ仕上げした厚板が、設計図通り使用された。型枠を外した後、塗った油の染みや予期しなかったフリクは、サンドブラストで軽く覗かれた。ご視聴ありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。登録をお願いします。プリーズレジスター。